こんばんは。ですね、島津さんから依頼というかご希望あった補正のやり方の修正ですね。一応こんな感じになりました。まあ、確認してみてください。まあこれですね。で、リクエストは、まあこれ、ファンクションボタンを、まあ、軽く押すとマイトリップで、まあ長押しして補正モードに切り替わるようにしたい。で、まあ、どちらでも使えるようにするということなんで、まあ、一応ですね、これを左右どちらでも補正ができるようにしました。で、真ん中の時だけ、パルスですね。ですから真ん中でパルス。で、両サイドどちらでもいいんですけど、左でも右でも補正ができます。で、まあ、リクエスト通りですね、一応短押しっていうのも変ですけど、これでマイトリップですね。で、今ちょっともう切り替わっちゃいましたけど、一応2、3秒押すともう変わります。ですからまあ、短めでこんな感じですね。こんな感じで、マイトリップですか。今1.701クリアしますと、短押しで出ます。ちょっと、まあスイッチの接触の問題があるんですけど、まあこんな感じですね。で、これ別にこっちでも出ます。左側にしてもマイトリップは出ます。こんな感じで。で、先ほどやっちゃいましたけど、長押しで切り替わって、まあ、あとは今までと同じですね。これで、まあ、切り替えていただくという感じですね。これで切り替えていただく。まあ、こんな感じですね。で、当然、右側押し。まあ、こんな感じです。ですから、まあ、どちらでも好きな方で使っていただきながら、まあ、任意のタイミングで、まあ、補正、長押しとにかくしていれば補正が切り替わるんで、まあ、これでやって、ちょっと、まあ、慣れるまで大変かもしれないですけど、まあ、これはしょうがないかなという感じですね。まあ、こういう感じです。で、パルスも真ん中にしていただいて、同じように、まあ、短押しでマイトリップで、長押ししてパルスが表示で修正するという形ですね。はい。こんな感じです。で、いかがでしょうか。